吉田さん iPhone なくしましたかまあ出てきてよかったですねまあ焦る気持ちは分かります私もね二度ほどなくしたことがあるんですよ一度は平和公園でなくしましてね撮影中に落としたみたいで見つからなかったんですよですぐに帰ってパソコンで位置検索をするとあの平和公園の中の事務所の中に、ね、あったんであ 事務所の方が拾ってくれたんだなと思って電話をかけてねあそれ僕のですっつったらね <laughs> すぐ取りに行けたっていうのがありますもう一つはどこでなくしたかわからないんですけどもあのー、なんか街中でなくしてね広島ので、えー、検索をかけたんですよやっぱりそうしたらどっかのマンションかなんかの一室にあるってことが分かってですねで電話をかけたら出てくださってて外国人の労働者の方がですね、あのー、拾ってくれたみたいで あのあと今度届けますよとか言ってくれたんですけどもこれから取りに行きますんで住所はこちらで分かりますからすいませんけどもご対応お願いしますみたいな感じでねあの取りに行ったんですよね。まあ、そしたらあのバングラデシュの方が何か何人かで雑居してるところだったみたいでねで非常にあのいい方で。 あのすっと渡してくれて、くれでっいいってその方がお勤めになっているお店が、まあ、バーってことが分かりましたんで、えー、後日そちらの方であのやっぱりねしっかりとお金を使って帰ってきたって形になりますけどねであとね自分のことではないんですけども、まあ、人の iPhone をなくした時に、あのー、付き合うことがあってねでそれっていうのは非常に簡単でなんか最近は iPhone を、ね、なくしてもう出てこないってことが分かったら。 あのカスタマーセンターとかに行ってですね、えー、あのショップの方に行ってで iPhone の機能を全部停止することができるらしいんですよその上で新しい新品の iPhone をポンと渡されてでデータ移行をその時点ですると、うん、元通りにほとんど元通りになった iPhone がポンと新品で手に入るみたいなことがあるみたいなんでねああやっぱりテクノロジー進んだなと思いましたねさすがにねあの iPhone ン本当に便利な分だけなくしたら結構ね感情にきますよね で、えー、人間は感情の生き物なんですけども同時に理性でで感情をコントロールしてるんですよね。まあ、これよく言われることなんですけどもその上司がね憎いと思ってね腹立つなあの上司とか言ってじゃあぶっ殺しに行くとか言ったらね別にそこまではしないけどねっていうことなんですよつまり怒りをコントロールしてるんですよ。ここまでの怒りではないよと、まあ、この辺に押さえとこうかなみたいな感じで,で自分で怒りのバロメーターを無意識に調整してるんですよね だから冷静にその怒りはどのぐらいなのって言ったらちょっと陰口をね飲みながら言ったら収まるぐらいみたいなで、えー、赤ちょうちんで上司の悪口言ってお酒飲んだらコントロールが完了して明日からもうしょうがないからやってやっかみたいな感じになってねリフレッシュするみたいな、まあ、そういうふうに人間ってのは感情をある程度コントロールできるんですよねで今回安倍総理が暗殺されましたけどもあの辺っていうのは怒りを 実行レベルでコントロールするように考えていったのかなと思うんですよ。というのが、銃を作るっていうところもね、結構簡単ではないですしね、やっぱり部品を買いに行ったりとか、試してみたりとか、いろんなことを考えたと思うんですよ。それで前日には岡山に入って、ああ、これ無理だなと思ってね、感情のままに突っ込むんじゃなくて、これは難しいな、また次のチャンスを狙おうかみたいな感じで、今度は奈良に行ってみたりとかね。 まあそんな感じで自分の気持ちをコントロールしながらコントロールしながらベストのタイミングを待ったということで結構計画的で冷静だったんじゃないかなと思いますねまあでもそのぐらいまたねこの話引きずってあれですけども宗教っていうのは人のマインドをコントロールしちゃうんですよねまあ恋愛っていうのも一種宗教みたいなもんで愛するあの人のためにみたいな感じでね自分の我が身をコントロールされちゃってるところがあると思いますしそれからビジネスに 正直になることもビジネスにマインドコントロール受けてると思いますよね。だからある意味ね、ビジネスにマインドコントロール受けてない人はどんなことを言うかっていうと、もう部長勘弁してくださいよ。部長が帰らないから僕らも帰らないじゃないですか。何すか部長は。仕事人間ですか僕たちを巻き込まないでください。僕たちはこの会社の社員でいる前に一個の人間なんですから、みたいな感じでね。正当な主張でしょ。でそういう人たちから見ると、 当時の,その部長だか社長だかみたいな一人で残業してる人はもうおかしい人なんですよねあこの人会社に洗脳されてるわこうはなりたくないよねってうわーみたいな感じで愛入れてない存在なんですよね向くう向が変わってるんですよ全然仕事はパーフェクトにやって当たり前でしょっていう考え方の方まあそれは強制されるところもあると思いますし自分のためにやってるところもあると思いますけどもそうじゃないと仕事は給料分やれば結果はあまり関係ないと給料がもらえればいいんだから そんんな高い給料とかね、出世を望んでるわけじゃないよとでもたまたま出世できればいいかなと。でもどちらかというと今日が楽ならいいよみたいなねそんな気持ちの人は多分何者にも染まってないんじゃないですかねだからどこを切り取るかによってその人が痛、うんにも見えるし実は正義にも見えるということかなと思います。だから今ね、振り返ってみると、私たちは経営者の立場から、 なんててやつだって思うでしょ。こいつらはお前らのおかげでお前こっちが残業してるのは何がわかんねえんだよみたいなねでももしかしたらたった1回でもいいから「そうだな」と「今日はもういっかみんなで帰ってさ肉でも食いに行こうぜ」って言った方がもしかしたら取り込めたかもしれないですよね。確かに毎日残業徹夜大事かもしれませんけども逆を返せば1回ぐらい自分も込みでね仕事を放棄しても変わんないと思うんですよ。 でそれが毎日それだったら困りますけどね。そっか、俺が帰んないとみんな帰れねえよなと。よし、じゃあやめようかな。よし、終わり終わり。みたいな感じで、物分かりのいい上司を演じてもよかったのかなと思うんですよ。つまり、こうやって他者の感情をコントロールすることも、今振り返ってみたら、できたのかもしれないなーっていうふうにね、思っちゃいましたね。いや、これはね、吉谷さんのというよりも、私自身もそうでしたからね。はい。ということで、感情はコントロールできるということでございました。いっし